はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく11時になろうとしてますね。今日はね、早く来たんでね、珍しくどうでしょう、10時頃にはもうここに入っていたの。早いわ。めったにないことですよ。年に何回もない。日経平均まだ前場が終わってませんで、プラス133円というところですね。ドル円が129。今日ね、ウォン頑張ってますよ。ウォン頑張ってる。1277ですね。昨日も朝頑張ってましたね。夜になんだなんだだらできましたけど。さて本題いきましょう。そのウォンの国の北ですね、時事ドットコムに今日はこんなん出てます。新たな発熱者27万人、死者6人、いや薬不足深刻化北朝鮮って、朝の9時48分に出た記事でして、ちょっと読みますね。朝鮮中央通信は17日、新型コロナウイルス感染が広がっている北朝鮮で16日午後6時までに24時間に新たに約26万9510人の発熱者が確認されて、26万ってね、あの北の人口のね、公式統計の 1% 以上ですよ。多分ね、実際には 1.5% ぐらいですよ、が発熱したって、えらいことやん、それ発熱ですよ、陽性ちゃいますよ。だからこれのですね、軽く6、7倍はですね、陽性者がいるはずなんですよ。6人が死亡したと、亡くなる方少ないですね。検査体制が不十分とみられ、発熱者として集計しているが、実際のコロナ感染者や死者はさらに多い可能性がある。発表された発熱者は前日から約12万3410人減り、初めて減少した。同通信によると4月末以降の累計で発熱者は148万3060人、死者は56人、同国の人口は約2600万人、2600万もいないいない。約 5.7% が発熱した計算なんで、えらいこっちゃ。そんな日本の 5.7% といえば、700万人ぐらいですかね。600万人で5% ですから、あ、そうですね、650万人ぐらいかな。はい。そんな業者発熱したら大変、医療崩壊するやん、日本やったら。同通信は、朝鮮人民軍の軍医部門が平壌市内の全ての薬局に緊急展開し、24時間体制で薬品供給を開始したって、開始したのはいいんですけど、薬品自体あるんですか。動員される軍の決起集会を開かれて、そんなわざわざ決起集会必要なの。まあ、そのあたりがですね、社会主義国というか、そういうところがよく表してますね。党幹部の薬局などの視察したって薬増えへんやん。製薬工場の生産増強も報じた。医薬品不足が深刻とみられ、解消に躍起になっていると。まあ、これ貼りませんけどね。これ急にね、急に発表したらここ1週間ぐらいでしょ。北で出た謎の熱病とかってやってるわけですけど、軍事パレードをやってね、そこで感染が広がったというふうな記事もあって、もうそうかいなと思ったんですけど、そんなんね、あの国ってね、何でもできるわけですから、そんな感染者が何人出ようがね、発熱者が何人出ようが、そんな知らんやんって言って、そんな封じ込めとけとかって言うたら済む問題でしょう。でもここまでね、熱心にね、毎日毎日数字発表してるっていうのはね、本来そうなっていることを皆に知らせること以外の何かの意図があると私は考えたいんですね。何かの意図があると、この発表すること自体に何の得もないでしょう。で、最初はね、援助狙いかなと思ったんですね。国際的な援助で、医薬品とかですね、食料とかというものを援助してもらうことを目的かなと思ったんですけど、韓国がですね、ユン・ソンニョルさんが素早く援助するでって言って申し出たんですけど、未だに返事がないわけですね。で、WTO はまだ動いてませんけども、そのなんていうのかな、くれくれと、ものくれと言うてる感じにも受け取れないわけですね。何やろ。
何やろうと思ったらですね、もしかしたらですね、伝えられているように相当にですね、食糧難になっているわけでして、その食糧難においてですね、業者の方がですね、食べるものが少ないがゆえにですね、栄養失調の末にですね、あちら側に行かれているということがあるようですけども、それの言い訳ちゃうんかなと。つまりこのですね、2022年の4、5、6月にですね、非常に多くの方が多分向こう側へ行かれてると、もう帰ってこれないと、帰ってこれないところですねに行かれてしまうということに対して、あれは食糧難ではなくてコロナのせいやというふうにですね、国内向けに対して言い訳責任転嫁をしてるするつもりなんかなという気がなんかしますね。それ以外に何のメリットがあるんやろうと。あんだけ何でも操作できる情報は全て操作できる国で、何人出たとかね、何人亡くなったとかって発表することに何の意味もない。自分たちの弱みを見せるだけでしょ。何かの引き換えを必ず要求するわけですね彼らは。それがそうなん、言い訳とか責任転嫁ちゃうんかなという気がしますね。ほんで、ブー君、サンナブー君がマスクして指示してるところとか見ると、当局は一生懸命人民のためにやってるんやとい う, こ, うこのね、こう書き方もそうでしょ。軍を動員してですね、全ての薬局に緊急展開してですね、軍人さんが今度もええ、薬局は薬をもう出してくれたらええって、ただそれだけのにですね、いかにもやってます感をですね、その、なんていうか、まあ、国内向けにですね、アピールしてる。頑張ってんや、一生懸命やって、当局はって。せやけど、追いつかへんやって。将軍様って言わへんのが今、なんていうんですかね、よう知りませんけど、三男部はですね、一生懸命指示を出してるんやと。いかにも指示出してます風のですね、映像が昨日公開されてましたね。だからよっぽどね、今国内ね、そのこれでなくてですね、食べるものが足りないという根源的な理由でですね、向こうの方々、北の一般民衆はですね、かなりの苦境にあえているわけであって、それで多分ですね、家族を亡くされる方もいるわけでして、そうするとですね、なんでこんな目に遭わなあかんねんって。なんでその当局は配給をきちんと出してくれへんねんというふうに恨み、つらみがですね、重なっていくとですね、まあ、前から言ってます通り社会不安になってですね、そのうちですね、社会騒乱になってですね、そのうち、治安が守られなくなって動乱が起こりのですね、それがですね、こう抑えきれなくなるとですね、無政府状態になると。その次にですね、軍隊が反乱を起こしてとかですね、民衆が蜂起してとかになって、平壌に迫ってですね、金正恩君のですね、が地位を引きずり下ろされるみたいなことになりかねないんで、それをですね、無理くりですね、こう、どう言いますか、ごまかすと言いますかね。食うもんもないけどもなって、ほら、コロナが大変なんやって。今一生懸命あれです、軍隊出して頑張ってるんやということでですね、こうごまかしてるんちゃうんかと、なんかそういうふうに思えてきましたね。本当にコロナが大変であれば、海外から薬品の援助は受けるはずなんです。医療物資の援助も受けるはずなんですよ。でもそれはあんまり言うてないでしょ。まあもちろんそのうち受けるのかもしれませんけどね。そんなでも援助をしたところでですね、そんな一部の人にしか行き渡りませんからね、あの国については。まあ、でその一部の人たちはもうすでにそんなに援助を欲していないのかもしれませんね。別ルートでそういうものを入手して、あるいはみんなその幹部以上はですね、全員ファイザーのワクチンを打ってたりするという可能性がありますからね。そうなるとですね、人民へのですね、言い訳に終始するためにこれをまあ公表して、大変や大変や大変やって軍隊出して頑張ってんねみたいなですね、そういうこうやってる感を見せてる。で、本来の食糧難をごまかしてしまうと。
もうちょっとすればね、春6月に収穫できるっていう話なんですけど、なんか今年はね、なんかいろんなことあって、その収穫もままならんちゃうかというようなことも言われてますけどね、まあよう分かりません、貼りませんので、今全部読みましたんで、まあこの類の記事はいっぱいあると思いますので、皆さんそれぞれご覧いただければと思います。はい、どうもありがとうございました。